まってる？親だった。ちょっと待って、とりあえず時計屋、ここか？違う、もう一個向こうか。いらっしゃい。そろそろ来る頃だと思っとったぞ。もっと強い妖怪と友達になりたいんだろ。もしかしてまた妖怪ウォッチを強化してくれるの？あ、調子通りに直接飛べる。おう、わしに任せておけ。と言いたいところなんだがな。ちょっと話を聞いてくれんか。なんだ。ウォッチランク C になるための挑戦。妖怪ウォッチの強化に必要なものとは？何か問題でもあるの？あ、わかりました。またすごい漢方がないんでしょう。もう世話が焼けますね、このおじいちゃんは。ほら、わしを年寄り扱いするな。体調はバッチリだぞ。いや、この感じで年寄り扱いするのは無理やって、年寄りやって。この前は年のせいで調子が悪いって言ってたのに。いやな、お前さんの力を試したいんだよ。力を試す？どういうこと？強化した妖怪ウォッチを本当に使いこなせるか確かめたいのさ。使いこなせないのに強化しても強い妖怪に襲われちまうだけだからな。まあ試験みたいなもんだな。確かにその通りですね。でも何をすればよろしいんでしょう？そう構いなさんな。今から言う妖怪を倒してくるだけさ。倒してほしい妖怪は竹林のオンボロ屋敷にいる3匹。1匹目はカブトさん、2匹目は笑えねえ、そして最後におにぎり侍の3匹だ。笑えねえ、仲間じゃねえか。今のお前さんが力試しをするにはちょうどいい相手だろうよ。そいつらを全部倒してきたらすぐに妖怪ウォッチを強化してやろう。うん、分かったよ。そうそう、その3匹だかな。そこらにいる妖怪とはちょっと違う。同じ妖怪に見えても他とは違ってなかなか手強いやつらでな。まああれですね、ストーリー上出てくる感じの、要はなんかストーリー上ではめっちゃ強かったのに仲間になったらなんか弱体化するってやつ。そういう感じの。どっしりと構えてるはずだから見ればすぐにわかると思うぞ。なるほど、油断はなりませんが、アイラちゃんなら大丈夫。さあ、その3匹の妖怪を早く倒しに行きましょう。ウィス。んで、ちょっと雲外鏡を解放しておきます。いつも声かけてから起きるまでがめっちゃ秒なんよね。寝起き超いい。これはまだ日中と考えていいということか。あ、そっか、ここ変えれるんか。え、ちょっと待って。竹林のオンボロ屋敷。え、竹林ってこの段々坂にあるやつ？なんか左の方にあったよね。確か。今挑んで大丈夫かな？もうちょいなんか、レベル上がった方がいい？ねえ、竹林のオンボロ屋敷どれ？あれか、ボロ屋敷。なるほど、あっちから入っていく感じね。駄菓子屋の横屋。まあでもあれか、その妖怪だけがボンボンボンっておるわけじゃなくて、周りもいっぱいうろつきおるのがおるはずやけん、まあたどり着くまでにはレベルも上がってるだろう。知らんけど。はい、行こう行こう。よし、なんか落ちてる。スタミナも手に入れた。ここの鍵は中にあるんかな。多分そうよね。扉には大きな鍵穴と小さな鍵穴がある。もうそこ鍵のマーク別についてないんやけど、なんか見つけて入れるようになるんかな。竹林のオンボロ屋敷な。回復は、よしよしよし。まあ、でも体力いっぱいあったんかな、もしかして。あれか、え、違うか。あ、これあれか、目が開いとるところしか入っていけんやつやったっけ。あ、あれじゃない、
多分そうや。え、出ていけないな。よいしょ。ぶつかった。まあ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 。握り侍たちが現れた。トゲニャンの技ってどんな感じやったっけ？ちょっと一回出してみよう。さあ行け、チクチク肉球。見た目的にはあれだな、変わらないな。あ、でも強い強い。イエーイ。この感じでちょっと絆めこのレベルを上げたいんですよね。やっぱ回復薬って大事なんで。でしかもさ、回復もできるし、お祓いとかもできるかもみたいな回取ったんよ。上と行ったり来たり、いけるかな。ちょっと挑んでみる。一応クエストクリアの目安がレベル14って書いてあったけん、いけるかもしれない。うひゃひゃひゃ、君勝負するの？とりあえず挑んでみようや。そう、全く笑えないわ。ごめんなさい、めっちゃ笑ってるけど。一体だけなんかな。なるほど、周りはいない、一体だけ。いけるんじゃない、知らんけど。頑張れ頑張れ。あ、トゲニャンがやられそうだ。地味な一発。ちょ待って。あー、でもこれあれだな、回復したいけど裏に入ったやつ回復してくれんよね。あ、でもグレルリンがやられそうやけん、まあ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 、なめとけな。オリンコちょ、こう行って、頑張れ。鏡の力で妖力が大アップ？何、誰？どっち？敵？突っ張りメイツ。いや、鏡って書いてるけん、あれか。雲外鏡のやつか。敵の素早さダウン。ちょ、待って、こうしといて。え、どういう技やっけ？技をちょっと把握してないけど、とりあえず頑張れ。あ、4つけた、やったー、イエーイ。めっちゃギリギリやけど。ふう。てかさ、経験値少なくね。普通ああいうさ、ちょっとストーリー上絶対倒さんといかんようなキャラクターってやっぱ強力なわけやん。もっと経験値もらえていいと思うよね。なんでその辺の雑魚妖怪と変わらん。くじ引き券やったー。てか今すぐにここでキュッピーが欲しいんだけど。待って、これやってもあれか、入れんのよね。うわ、あいつ。待って、じゃああっちに行けばいいんか。ここ、そこの妖怪に見つからないように移動したい。あー、せっかくこれあれだな、おにぎり侍いるけど、こ周りと、あ、なんか落ちてる。カゴのお守り。多分さ、一体一体回復して挑んだらいけるんじゃないか。ここはいけんのやな。ちょっと待って、開けて開けて。え、開けれない。あ、びっくりした、開けれんのかと思った。開けれるよね。ね、多分これさ、一体一体回復しながらやってったらやっつけれるよ。知らんけど。てかストーリー上のキャラクターを一体倒してレベルが上がらんってマジどういうことなん。絶対上がるやろ普通。そこ上がらんのおかしいって。へい、おにぎり侍。え、ちっちゃい、かわいい。サイズ感。拙者と力比べでござるか。面白い、かかってくるでござる。特にレベルが低い子たちなんかね、絶対めっちゃ経験値もらえるはずやん。おにぎり侍が現れた。よいしょ、行くぜ。頑張ろう。
もうそういう時間かかるさ、合わせろとかのやつやめて。いけいけ。何、なんか力貯めてる？動いてないけど、おにぎり侍。回せ回せ。なんかめっちゃ怖くない？何かしらオーラまとっとるし。チクチク肉球。とりあえず相手が攻撃してこん間にさ、いっぱい技出そう。いけ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 。あ、やっつけた。やったー。あれ、なんかあれだな。笑えねえより弱かった。これはいける。え、こっちの体力さ、減ってなくない？減った？このまま次いけるんじゃね？ちょ、待って待って。え、めっちゃ減ってる。え、ん？これ体力よね？よね？あれ？そんな攻撃されてました？見えてなかった。ちょ、また回復してくるわ、私。くんな。ここから？ここ通っていけばいいんか。で、次のやつは、あ、ここ通って外に出ていけばいいんやね。オッケーオッケー。とりあえず道をね、覚えておいて。ん？あれ？これ合ってます？あ、こっちから出るのか。なるほどなるほど。あ、ってことはここからすっといける感じ？最後の一匹。ここからいけるんじゃない？ね。よしよしよし、オッケーオッケー。はい。後ろから、カブトさん。頭が蒸れてイライラするわい。うさばらしや。顔を貸せい。めっちゃ笑えねえが。こっちに突撃してこようとしよる。なんか可愛いカブトさん。よし。頑張ろう。でも、あの2体と多分同じぐらいと考えて、いけそういけそう。トゲニャンなんかめっちゃ攻撃されるんやけど、あれかな、特に横にジミーがおるけんめちゃくちゃ目立つんか。うわ、トゲニャンがやられた。え、早いんですけど、なんで固まったんかと思った一瞬。何かぶってかぶとってどういう技目。頑張れ頑張れ、いけるよみんな。常に相手の体力を上に出しといてくれよ。分かりづらいよね、なんかこちらのモチベーションにつながらない。あ、あとちょっとみたいなのがないけん、あとどれぐらいなんかが全く把握できん。よし頑張れ、かとまり親方。うすら影の陣やん。へえ、かとなり親方、うすら影だったの。あれ、こいつ結構強い、もしかして。強いというか、体力多め？肩凝った、おじいちゃん。結構なんか体力多くない？おー、威力強い。イエーイ。よし、これで全部やっつけたよ。これで試験の妖怪には全部勝ちました。調子堂の天使のところに戻りましょう。多分あの中に鍵とかあるんよね。あ、夜になった。え、待って、夜になったわ。カンチの家に行きたいんだけど遠いな。そよ風ヒルズどこも開放してないもんね。雲外峡遠いって。あ、とりあえず一旦自分の、土の子いるんですけど、ちょっと待って、捕まえたいね。土の子なんかずっとあそこにおらん？そーっと。くそ、気づくんか。なんか一瞬ね、捕まえれそうな感じに。
むず、違う木じゃないんだ。ねえ、消えた。消えた。くっそ。なんなの、土の子は常にあそこに出現するの？そういうわけではない？ちょ、一旦自分の家に飛ぼう。行ってきまーす。そよか、で、そよ風ヒルズもどこかしらちょっと解放したいね。雲外峡を。博物館周辺とかにおらんのかな？なんかおりそうじゃない？いなーい。中とかかな。まあじゃあとりあえず通り過ぎて、カンチの家に行きますか。まだ時間大丈夫？ここだー。綺麗な家だな。集まってる？親だった。夏休みにはご先祖様が帰ってくる日があるのよって言っても、カンちゃん全く信じてくれないわ。お盆ね。ちょっと寂しくなっちゃう。カンチは妙に現実的なところがあるね。妖怪や宇宙人の類は絶対に信じないしね。きっと僕に似たんだろうな。あれよね、キュウリで作った馬とナスで作った馬、違う、牛や。もうなんか置いとくんよね、お盆。なんか馬に乗って早く戻ってきてもらって、で牛に乗ってゆっくり帰ってもらう、やったっけ、逆。なんかそんな感じのがあるんよね。お、集まってんじゃん。カンチくん来たよ。お、アイナちゃん早かったじゃん。でもクマももう来ちゃったんだよね。あとアイナちゃんこんばんは。あ、ケイタくんも来てたんだ。うん、帰りにたまたま会ってね。ついでだから誘っといた。でもアイナちゃんもいるし、ケイタはいなくてもよかったよな。え、ちょっと、それじゃあまずテレビつけよっか。ってあれ？ない。何？リモコン？え、何が？テレビのリモコンどこ行ったんだろう。なんだよ、ここにあるじゃん。違う違う、それはレコーダー。テレビのはもっと大きいんだよ。なんかリモコンさ、ごちゃ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 いっぱいありすぎて、何がなんだか全然わからんねよね。なんかマジでいっぱいあるんやけど。あれ、なんでテレビのだけないんだろう。あ、ねえウィスパー、これってえ、妖怪の仕業とか言い出すんじゃないでしょうね。違うの？いやいや、だテレビのリモコンなくすくらいで。でもリモコンってすぐなくなるじゃん、妖怪のせいかも。ちょっと、何でも妖怪に仕業にする癖がついちゃってません？でも探してみる。いなかったら普通に探せばいいだけだし。いるわけありゃあせんって。さあどこだ？何もおらんくね？こっちか？え？どこ？こっち？あ、こっちだな。違う。こっちか。え？なんかこの、どこ？ん？ここに。誰？わからん。どういう姿かもよくわからん。妖怪を見つけた。ん、これなんかアニメ版でもおったよね。あ、いた。え？もしかしてテレビのリモコンが見つからないのって君のせい？こいつってこんなでかかったっけ？リモコン隠し、そのまんまやった名前。そうです、私がリモコン隠しです。うわ、わかりやすい名前。ウィスパーなんで知らなかったの？え、いやだってリモコン限定ってそんな、ねえ。もういいや、でも私たち困ってるの。リモコン隠すのやめてよ。そういうわけにはいきません。リモコンは私の恋人同然、奪おうとする方は許しませんよ。おう、バトル。リモコン隠しが現れた。でも見た目かわいい。でもこれさ、ですよね、あのクエストのなんていうか設定レベルみたいなのがレベル4やったけんさ、めっちゃ弱いよね、出てくる妖怪も。
はい、リモコン。よし、これで。あ、あった。リモコンあったよ。こんなとこにあったんだ。ほらね。まさか、こんな地味すぎるトラブルまで妖怪の仕業とは。よーし、それじゃ、早速ゲームやろうぜ。また俺の負け？みんな強えよ。クマが弱いんだって。でもこんな時間じゃん。あ、ちょうど YS アニメやるんだけど、見てく？何 YS って。あー、見たい見たい。うち YS って映んねんし。あれ？なんか、現実でいう CS 的なやつ？俺も見てく。みんなで見るのってワクワクするよね。うん、私も。じゃあ早速チャンネルを変え。あれ？隠された？どうしたの？え？どのチャンネルに変えても YS の番組だけ映らないんだ。あ、これももしかして。いやいや、さすがにまた妖怪の仕業ってことはないでしょう。わかんないよ、私探してみる。あ、まさかの2段階。この辺にいる。誰やっけ。電波小僧。そんな名前じゃなかったっけ。ほら、やっぱり。うそ、電波小僧。なるほど、ワンパクと掛け合わせとね。イエーイ、この家の電波うまいぜ。やっぱ今流行りの電波は YS デジタル。これだよな。ほら、この妖怪がいるからテレビの YS が見られないんだよ。あれはね、 BS とか CS とかの。うわー、また地味な YS 限定。ほら、やるならもっと派手んですね。おいおい、オイラの食事の邪魔すんの？かわいいよね、この子。電波小僧が現れた。このやっぱなんていうの、クエスト上で出てくるやつとかは友達にはならんのかな。やっつけた、早い。まあ、放置しとけばいいだけなんやろうけど。でもお金が地味に入ってくるけんな。消えた。もう大丈夫なはずだよね。あ、映った。 YS 映ったよ。あ、でももう終わっちゃったみたいだ。なんだよ。まあしょうがないって、他のことしようか。ふん、でもこれでもトラブルは起きないよね。そうですね、もう何もないといいですけど。それにしてもさっきから地味なトラブル続きすぎ、ん？地味なトラブル続きすぎじゃないです？いつもの妖怪不祥事案件はほら、もうちょっと派手じゃないですか。は、まさかこれも妖怪の。え？いやいや、本気で言ってます？まさか。ですよね。とはいえ、次はどんなトラブルが起きるかわかりません。念のため、他に妖怪がいないか探してみた方がいいかもですね。え？ 3 段階ですか？うん、それもそうだね。まだいるのか。ん？ん？なんか今ジミーじゃないか。君はジミーじゃないか。いたー。あ、なんかいた。すごいですね、こんな地味な僕を見つけてくれるなんて。あれ、これってまさか。あの、ごめんなさい、僕がこの部屋にいるせいで。どうも地味なトラブルばかり起きてるみたいで、すみません。え、本当に君のせいだったの？ええ、そういう妖怪ですんで。人を地味にするっていうだけじゃないんや。マジで？あ、こういう時戦って懲らしめてもらうんでしたっけ。それじゃあ行きますね。あ、もう準備いいです。では。バトルに入るのも地味ですね。てか謙虚だね。ジミーってなんか可愛いよね。キャラがいいんやろうね。ミスった。私ジミー結構好きなんやけど。お、もうやっつけた。まあ、自分の手持ちにもね、ジミーおるけど。これで全部解決？あー、僕の負けですね。それじゃあさよなら。まさかあんな妖怪のせいで地味なトラブル続きだったなんて。
どうです、妖怪ってすごいでしょ。なんでウィスパーが自慢げなの。あ、もうこんな時間だ。ごめん、みんな返さなきゃ怒られちゃうよ。あー、俺もそろそろ風呂入らなきゃ。うん、夏休みの宿題も残ってるしな。う、嫌なこと思い出さないでくれ。じゃあみんな、またね。じゃあね。すごいね、思ったより長かった。思ったよりなんかがっつりあった。あ、そうよ、ミュージックカードが。イエーイ、当たり。力のお札を手に入れた。でも解散してここなんやん。何このマーク。あ、4コア漫画だ、読んでみようかな。え、読めるの。あだ名森近子。森近子、妖怪にはあだ名をつけてもいいんですよ。わかりやすいのがおすすめです。じゃあつけちゃおっかな。ラッキーちゃん、プー太郎、シャレオツ。すごい速さで浮かびますね。ふみちゃん、今日は遊ばな。平凡。違うの、ケイタくんのことじゃなくて、あの、その、うん、知ってた、なんとなく知ってた。そう思われてるって。あだ名は妖怪だけにした方が良さそうですね。え、私森近子さんの漫画昔めちゃくちゃ見よったんやけど、もしかしてあれ、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ書きよったりする。なんかめちゃくちゃ勝手に懐かしい気分に。私森近子さんの絵でさ、あのミニモニとかめっちゃ見よったんよね。ちょっと全然わからんやろうけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リンクのリストを貼って、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかあれやね、サブクエでもあんだけがっつりあるやつもあるんやね、面白い。